この間電車に乗ったらですね、席が1個空いてたんですけど、隣が壊さない人だったんで立ってました。意味ねえ CD 大作戦後半戦練馬区中島光一くん中子嫌な時代劇のテーマベスト3、うん、3位ふーん雪待ち姫。雨は夜更けすぎに雪へと変わるだろう。 Silent night Holy night。 なんかいいんじゃないの。別にいい曲だね。嫌な時代劇のテーマに解決ゼニゲバ平次。貸した金返せよ、貸した金返せよ。いいね、これいいじゃん、これいいじゃん、うん、よくあるじゃない、あの時代劇なのにあのテーマだけ現代風の曲。いいね、うん、嫌な時代劇のテーマ1位、水戸黄門外伝目隠しギター。赤くないの？マニエル。マニエルじゃない。水戸黄門じゃないじゃない。これエマニュエルのあのやった人オランダ出身だしね。最初のでしょ？うん。うん、そうだよ。全然フランスじゃないじゃんな。うん、でもヨーロッパだからいいじゃん。なんか騙された気分じゃないか。ダメなんだよ、それ。おい、誰か入っちゃったやつ、イネさんに。軽井沢夫人をね、香港の女性がやってるようなもんじゃん。そうかな。それとは違うと思うよ。何よ、あ、首にハイエナが。マナス竜が追いかけられてる顔。函館市の YTJ 君、水戸黄門が助さん、賀来さん、やっておしまいなさいの代わりに言ったら嫌なこと、うん、ベスト5、5位、僕の腕をぎゅっと抱いてて。怖がってなんて爽やかな歌なんだろうな。第4位、お前は愛嬌と色気は増えるんだ。水戸黄門がね、いやだ、かけさんかくさんやってしまいなさいの代わりに言ったら嫌なことですよ。3位、少しは私に愛をください。まあ、2人だけで愛し合ってるからってことなの。かけさんかくさんが俺にも分けてくれと、そういうことなの。シェアしようよと。悔しいね。シェアしよう。2位、最近あなた優しくないわ。そんな最初と同じくらい優しくしろって考えたらバルブってスケさんカクさんやってしまいなさいの彼に言ったら嫌なことの1位は、どうぞ踊ってらっしゃい、私ここで待ってるわ。これ水戸黄門が踊ったら最高だね。いいね、戦ってる時にどうぞ。ミュージカル水戸黄門ってやりたいね。いいね、ミュージカルね。めちゃくちゃのストーリーで。さやま市ペンネームサンデースペシャル君、サンスペ。植木仁さんが有名女性タレントに会った時の感想ベスト5です、うん、第5位、釈由美子さんに会って、こら釈だった。釈由美子ちゃんってね、気安するね。すごいね、すごいんだよ。4位、葉月リオナさんに会って、うんじゃらげっバー。写真集逆立ってたから、うんじゃらげだったから、うん、3位、島崎和歌子さんに会って、食べることだけ三人前。2位、平見喜次郎さんに会って、水着洗濯まるでダメ。バカじゃないの。1位、春尾ちゃんに会って、こんな女に誰が知った。これもアッコにお任せに、植木さん、酒井さんと出た、見ました。いや見てない。あの今度明治座ご一緒するんで、お宣伝もあって、うん、でなんかね、昼っぽくないこと言っちゃったらしいのよ。誰が、植木さんが、植木さんが、うん、でアッコさんがさすがに、これ昼の番組ですからって言ったら、何、全国放送で昼の番組ですよって、何、全国放送で昼の全国放送なのこれって、すいませんとか悔しっけとか言うと思ったら、うん、思いしたかって言ったんだよ。最高だよね。思いしたか、うん、最高だよね。植木さんじゃなきゃ言えない、ね、うん、若手が言ったら怒られちゃうね。野城市渡辺純一君、
ラブジュ。新番組山口萌えの建物探訪。それはそれで見たいな。関根勤さん宅で。だってクラブばっかりですよ。ゴルフクラブばっかりですよ。萌えちゃんの建物探訪。滝田栄さん宅で。ベッドローンばっかりですよ。楠野一郎さん宅で。ベッドローンばっかりですよ。谷隼人さん宅で。カオちゃんの思い出ばっかりですよ。許してあげてよ。安倍晋三さん宅で。ばっかりですよ。谷隼人さんネタであげましょう。あげましょう。安倍さんの場合は一回使った人のが置いてあるんですか。さあね、どういうことなんでしょうね。痩せたんでちょっと綺麗になったんですけど。どこ見て喋ってるんですか。さっきからその女体ボールペンばっか見てるじゃないですか。あなた。いい。今放送中なんだよ。いいカーブだよ。放送中なんだよ。放送中。え、これ放送中なの？そうだよ。じゃないよ。バレしてる。バレしてる。郵便番号1-7-8-66。TBS スタジオ、コサキンでお待ちしてます。コサキンで、わーコサキン、コサキン、コサコサキン。あ、プニプニ、僕もプニプニさせて。プニプニ、せーの、プニュー